チャオ、あっちゃんです。さっき大久保で買ってきたね、ちっこいウインナーパン。一個だけ残してくれたって。食べます。食べっきて、私。一個だけ取っちゃって、取ってあるで、来てくれて。全部食べていいやつ、私でんけど。美味しいもん、みんなで共有。これがあっちゃんちです。うん、美味しい、ピッチャーウィンに入ってる10個ぐらい入っとってる全部食べたいのにって赤すんぞ。結構中のねウインナーが燻製されてて美味しい。パンもね、大きくのパン美味しいね。あそこのね、中で焼いてんねパン屋さん、ゲームやっておいしいめっちゃ入ってたよ、今やつね。うん、おいしい。大久保のちっこいウインナーとかおいしいね。ちょっとおやつタイム終わり。この後ね、なんちゃんちょっと常備菜作、常備菜とかお正月用のね、のを作ったりちょっといろいろしたいと思います。はい、というわけで、ね、ちっちゃいパン1個でちょっとお腹ふっくらしたんで頑張って作っていきたいと思います。はい、で、ね、晩ご飯、イカ人参作って晩ご飯準備ぐらいになるかな。あと酢の物とかも今日明日ぐらいで作ったらいいしね。頑張っていきたいと思います。はい、まあその合間にお片付けか、お片付けの合間作るか、まあ、考えましょうということで、今日のあっちゃんの、おやつタイムはちっこいのを食べました。美味しかったです。少しさま。では、またね。うん。